はい、皆さんこんにちは。動画をクリックテクニックレシピ月光の第3回目になります。いよいよですね、今回が一番の山場になる制覇が連続してこうポジション移動が入ってくる難しい場所になるので、頑張ってついてきてください。はい、それではですね、39小節目から今日は44小節目までの解説を演奏とともに進めていきます。まず39小節から40小節目にかけてなんですけど、そのここの40小節目に登場するルート制覇、普通の制覇がこういう制覇に対してルート制覇っていうのはこの人差し指をこう上げて、この人差し指の根っこを使っています。でこれを使うにあたってですね、まず一番最初にルート制覇を使わないで39から42小節まで弾くとどうなるかっていうのをちょっとやってみます。こうなります。特に注目していただきたいのは、ここから、まあ、2のガイドフィンガーがあったとしても1の指をかなりの勢いでこう制覇を立てない、制覇のために指を広げなければいけないということですね。でこれの動きを制御する、また楽にするために、この動きではなくてこれがもうこのままあった方がいいんで、ガイドフィンガーの2ごとこう入ってくる。でってことはここでこの形を作りたい。でこのガイドフィンガーのこの形を作るためにまた前の小節に戻しまして、これがちょうど制覇が4弦までの制覇ですと、ベースのこの辺の音は身につかなくて無駄がなくていいんですけど、ここからですとこの状態ですとルート制覇をするためにもう一度上げなきゃいけないんですね。このままルート制覇してもいいんですけど、この位置というのはですね、根元ではないんでちょうど抑えにくいんですね。ルート制覇をするときはやはりこの根元にがっちりある程度入ってるのが抑えやすいので、ここで4弦までの制覇からルート制覇を起こすというのはちょっと逆に難しいんですね。ですから私の場合はこの位置でもうルート制覇の大きさが6弦まで入るぐらいの余裕を、正確には5弦ですけど入れておいて、でスライドしてできたときに、これ5弦まで入ってますね今ね。そうすると5弦まで入ってると、このまま上下の動きがなくて、もう一回いきます。そのまま人差し指の先を上げるだけでルート発生に変わると。でこのまま4フレットにスライドすると。でこれ非常に難しい問題でして、この状態からこう来て、ここでルート制覇をこう上げる、いわゆる制覇の縦の動きの方が楽なんだっていう方もいるんですよ。ここはもうギリギリで、ここでルート制覇を5弦まで上げるという問題がないという方、私のようにルート制覇自体はもともと少しこの長さを取っておいて、そして上げるだけにする、この2つはまあお好きな方を読者の方は選んでもらえばいいと思うんですけど、私はまあこの時点でも5弦までの制覇、つまりここのルート制覇の5弦までの、42小節の5フレット、5弦までの4フレット制覇を想像して戻っていきまして、ここがもう5弦までの制覇の準備がいいかなと、こういうことになります。ではですね、次にここでルート制覇の長さを決めました。でこれでルート制覇を入れるんですけど、正確にはここで普通の制覇を入れる方もいます。その場合、せっかくここでルート制覇の準備をしたんですけど、ルート制覇というか、まあここ正確にはルート制覇の形の準備ですね。で5弦までの制覇をしまして、それからここで本当のルート制覇をするという話をしました。ところがここで入ってきた時にもうルート制覇の予測までしたんですから、根っこだけで押さえてしまって、本当に短い時間一瞬ルート制覇をしまして、それから4弦に近寄る、で同じ視点でもう一回人差し指を上げる、いわゆる人差し指がこういう風にルート制覇って自由にこういう風に押さえてても上げられる制覇と、これが自由に動くっていうところに一つの利点があるんで、私はこの状態からここでルート制覇を使いまして、普通の制覇でもう一度ルート制覇に戻して42の4フレットに入ると、こういう方法を紹介させてもらってます。ではですね、本誌では
スペースが少し足りなくて全部説明できなかったんですが、ルート制覇、ここでルート制覇の使い方は、この準備をしまして、ここで一回ルート制覇をして、それから普通の制覇に戻して、それからルート制覇。で、このルート制覇は4フレットに移動したところを、この5弦のこれを押さえるために全部こう準備したものです。で、ルート制覇の他の使い方としては、もちろんこう、こういうものからルート制覇に戻ると、次の歌謡弦が取りやすいとかっていうこともあります。もう一つ大きな大事なのは、大きな役目としては、ルート制覇っていうのは、こう、制覇をした状態で、こういうふうに、ベースの開放弦を含めたベースラインが組めるようになりますから、これはこの月光の曲とは違いますけど、例えば、これを、とかって、ベースに動く音楽が、曲があるとすると、ここからこれを動かすのは大変ですし、制覇に持ち帰るのも大変。それが、ルート制覇の先を上下することによってこう開放弦がそのままの形で使えるという利点がもう一つあるんですね。で、最後にもう一つ、ここで、本誌でもちょっと言ったんですけど、その得意な方もいるかもしれないんですけど、ルート制覇自体は僕は5弦と6弦の割と限定がやりやすいんですね。4弦もできることはできますけど、もうちょっとこう根元にこう何ですか、力が入りにくいんですね。肉が柔らかいさもありますけど、ですからこれで3フレットの状態でルート制覇とかってもできることなんですけど、あんまりもう普通のハーフ制覇とほとんど効果が変わらないので、私がお勧めしているのは5弦から6弦までの制覇の前、またはそこの開放弦を開けるための制覇として使うのを一番お勧めしています。では次にこの41のルート制覇が入りました。で、続きまして42の4フレット制覇まで移動します。で、ここは移動した瞬間にルート制覇の頭を下ろしてもらって、このドシャープを押さえないとこの譜面通り弾けませんので、この状態からスライドで入った普通の制覇になります。で、一つ注目点はこの中指ですね。この中指を1のルート制覇と同時に同じ位置でこれ入れておきます。で、この状態から薬指をそーっと乗っけるとこの形になります。もちろんこの状態で入れて中指離してもいいんですけど、どうせ次がこういうふうにもう一回中指を同じ場所でこのミの中指を押さえ直しますんで、それを考えるとこのまま中指を入れておいて、それから小指を入れて後から押さえ直すという方が合理的なんですね。で、一つ大事な注意がありまして、残せるべき指を全部残してこう弾いてますけど、ここでこのミのシャープが最後にアルペジオで鳴ります。43小節でこれが鳴ったままで薬指を今度置いておくと、これ一瞬ですけどかなりこう濁ってますね。この和音の濁りが気になる、まあ普通の人は気になると思うんですけど、これを防ぐためにいくら指の無駄がないとはいえ、ここで小指のしたら薬指は同時に外して3弦を押さえ直します。いわゆる一回ペダルで、ピアノのペダルを踏み直すようなイメージですね。こう来ました。で、それから、44小節の制覇を外します。では、続きまして、この42小節のですね、この今4フレット制覇、5弦まで制覇しています。この状態から、今こういう薬指を離しながら、和音をきれいにしてこうなりました。で、実はこの状態では私は制覇の位置はこれ変えておりません。ところが人によってはこれはここでもう制覇の位置をこうやって変えた方がいいという方もいます。これをこうずらすわけですね。で、制覇っていうのは位置をこうその一個前なんか、その自分が好きな場所でずらすのがいいのか、それともこの後で起こすときのにこうなりまして、このままでいて起こすときに楽に弦を5弦から4弦に変える方がいい、ここで制覇が力が入ったままずれ込んだ方がいいのか、ここで人差し指が浮きながら4弦に行くのがいいのかっていうのは、これはやっぱりかなり個人差と好みがあると思います。ちなみに私はやっぱりここでは制覇も変えたくないです。この薬指を離すタイミングがあるので、このまま引かせてもらって、で、この状態で
の音が入っちゃうんで気をつけながら小指をガイドフィンガーにしてメインにしてそのまま5フレットに入ります。で今度はこの薬指ですけど、今せっかくこの薬指もあるからこれでいいじゃないかと。もちろんこれでも構いません。この2本が入ってこれでも全然問題ないんですけど、やっぱりそこが難しいんですけど、ガイドフィンガーの数が今度は2本とか3本になるとかなりこう動きがやっぱり残念ながら硬くなるんですね。でこれ曲調の一番ここの音がこうメインの高い音ですから、やはりビブラートもかけたい。そうどうしても薬まで入るとかかりますけど少しかけにくくなる。それを考えるとこうきまして、僕はここで1と4だけにして薬指後から押さえ直してます。ですから考えなければいけないのは、いくらたくさん使える指があるからといってそれを全部でこうやってやってるとできないことはないけど意外と硬くなる。ですから必要以外のガイドフィンガーは逆に外して弾いた方が楽だということですね。はい、皆さん、第3回の月光いかがでしたでしょうか。ルート制覇自体最初は慣れない感じもあるかもしれませんが、使い始めるとすごくその楽で皆さんにとっての大きな武器になると思います。次回はいよいよ最終回、楽譜の方はもう 2,3 小節しか残ってないんですが、その最後の3小節の楽譜の説明をしてから、その後にですね、今度は左手のその合理的な最終的なまとめとしての押さえ方で、これは実は月光の中全般に関わることなんですけど、指が立たなくてどうしても隣の弦が触ってしまうという問題を解決しがてが一番理想的な、プロギタリストも大体みんなその形になっている左手の理想形を最後にご説明しておしまいにしたいと思います。では次回もお楽しみに。